朝上がる株。明日6月17日金曜日に向けた株式情報についてお話しいたします。まずは概況、そして引き後の好材料、次に本日はストップ高ストップ安、デイトレスキャルピングを人気銘柄、そして上場スケジュール、最後に決算スケジュールの1週間分と狙い目についてお話しさせていただきます。まずは概況です。本日はダウ日経とも反発いたしました。ダウはプラス303、プラス 1.0% ですね。日経の方は、反発はしたものの、陰線になっております。ですね、これは連日お話してます FOMC の、話ですけれども、昨夜ですね、昨夜というか今朝ですかね、夜中の午前3時くらいに、1994年以来の 0.75 の大幅利上げに踏み切ると、こういった発表がなされました。こういった大幅な利上げに踏み切った、原因は、5月の、CPI の発表でありました通り、インフレが、止まっていないと、むしろ再加速したということに対する驚きが原因となっております。ですね、ただ市場の方はすでに 0.75% と見込んでおりましたので、そういった意味ではずっとこう売られてきたものが巻き戻しのリバウンドが入ったと、特にガーファム、このあたりのグロス株が、買い戻された形です。次の焦点はですね、やはり7月の FOMC ですね。ただここもある程度もう見込まれていて、もうほとんどさらに 0.75 の利上げが来るであろうと見られております。こちらがですね、今後の、経済スケジュールになっております。ご興味のあるところ止めて見ていただければと思います。今夜ですね、フィラデルフィアの連銀景況指数の発表、そして新規、失業保険の申請者数、そして EIA の、天然ガス貯蔵量が、今夜発表される予定です。次にですね、本日引き後の材料ですけど、ジャパンディスプレイ、こちらが、世界初のフレキシブル LTPS TFT 圧力分散、分布センサーの開発に成功したとの発表がありました。本日の株価は68円、出来高は700万株です。信用改ざんの方はですね、かなり大きくて、1171万株ある状態です。こういった68円といった超低位株ですので、このくらいの、桁になってはしまいますが、1年の株価の動きは1月27日に34円ですね。ここら辺になりますね。今の株価はほぼ半分くらいの、安値です。そこから来て、4月5日に80円の最高値をつけて、あとしばらく横横みたいな形で動いておりました。今回 この圧力センサーの話なんですけれども、ロボットの制御用だとか、あとはですね、メタバースへの応用もできるという話です。ただ先ほどからお伝えしているように2桁の、超低位株ですので、入る場合はですね、もうすぐに対応できるような体制を整えておくべきかと思われます。次に本日のストップ高です。6銘柄あります。小玉化学工業、キャンバス、クックビズ、NFC ホールディングス、ベビーカレンダー、松本です。このうちですね、松本は4日連続のストップ高になっております。小玉化学工業について言うと、6月13日に1回もうストップ高となった IR なんですが、中継ですね、発表されたことが交換されているということになっております。あとキャンバスの方は、これは昨日お伝えしたがんの縮小が確認されたという、IR によってストップ高になったものです。クックビズについても、昨日お伝えいたしましたが、 2.2 倍の情報修正がなされたことによります。 NFC ホールディングスの方は1株1894円で、保有株を全部光通信に売り渡して子会社になると、でその上で、上場廃止するということが発表されたことによる、ストップ高です。
次にベビーカレンダーはですね、昨日4万株の自社株買いが発表されたことによるものです。松本についてはここ数日お話しておりますけれども、まあ、コロナ収束で柱の、卒業アルバム事業が、立ち上がってくることが期待されているということなんですが、まあ、ここ4日連続となると投機的な動きの方が大きいのかなと思われます。ストップ高は本日該当はありませんでした。あとですね、新規上場の、マイクロアハ化学6月24日の上場予定ですけれども、こちらの公開価格が605円に決定したとの、発表がありました。次、データルスケルピングの人気銘柄です。本日も、このエニーから見ていきたいと思います。上場7日目です。まあ、今から売ってればとにかく癖がつかみやすいという考え方です。まだ買いのみの銘柄ですけれども、ですね、いよいよこういった大投げによる、急落のが散見されるような状況にはなってきております。まあ、ただこういったところもですね、損切りさえしっかり守っていれば、大やけではしないくらいの幅です。ただ全体的にここは買いでいってしまって順張りで、まあ、ここら辺で取るっていうように見えますし、まあ、ここら辺も適当に入ってここら辺で、利確するっていうような見方もできますけれども、全体的にはこういった急落ポイントが出てきたことによって、取りにくそうになってきたかなというような感のあるチャートになっております。こういったトレーニング画像概要欄に貼り付けてありますので、ぜひ練習してみてください。次に上場スケジュールです。6月分の13銘柄と7月分の1銘柄。まあ、先ほどからお話しておりますエニカラーと、今、抽選も、申し込みの受付中であるエイビックですね。こちらについてお話しいたします。エニカラーですね、まあ、ここら辺に経由は書いておりますけれども、まあ初値からもう2倍近い伸びですね。まあ、セカンダリーで入ってもかなり取れたのではないか。まあ、やはりここら辺は事前のこういった見通しが、どのくらい人気を呼ぶかということで、ほぼ決まってくるものかと思われます。では今度ですね、新しく上場する銘柄ですけれども、エイビックについて今日はお話しいたします。6月30日の、上場予定です。事業的にはですね、デジタルマーケティングサービス、インターネット広告とか SEO のコンサルティングサービスの提供です。会社設立は2013年です。主幹事はみずほ証券。想定価格は970円になっております。当選株数は129万6500株で、このうち公募株数自体は15万株になっております。IPO のスケジュールとしては、抽選申し込み、すでに始まっておりまして、来週の月曜日までです。翌火曜日に当選発表があって、さらに翌日から、購入の申し込みになります。ロックアップ期間は90日と180日が設定されておりますが、ただベンチャーキャピタルの方は公募価格の 1.5 倍になったところでロックアップが外れるようになっておりますので、ここはちょっと気にしなきゃいけないところかなと思います。こちらがですね、 ABIC の、過去5年間の直近5年間の業績ですけれども、売上は、まあ、こういった形で急速に伸びております。ただポイントとしては、広告運用の代行とか SEO っていうのはですね、まあ、あまり目新しいテーマではないので、まあ、IPO のテーマとしてはややインパクトに薄いのではないか。あと、株数が多いので、当たりやすい反面、上がりにくいっていう面もあるかと思われます。次に、決算スケジュールと狙いどころです。本日6月17日ですので、1週間分、6月24日までについてお話しいたします。全部で8銘柄あります。かなり少なくなってまいりましたけれども、6月17日は、サンオータスと東進ホールディングス。このうち東進ホールディングスは先ほど引け後にですね、
経常利益 4% 増益で着地だとのこと。あと、第4クォーターの経常利益は、赤字が拡大したということ。まあ、2円減配する。まあ、こういった発表がなされております。あと、これも本日の状況ですけれども、オプトエレクトロニクスがですね、8.64%、株価を上げております。まあ、ここについては何か、直近発表が期待されるのかなというところです。あとは、24日ですね、日本オラクルの決算発表が見込まれております。以上、明日に向けた株式情報についてお話しさせていただきました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。